日本のスラムと言われてます。カメラ気をつけてくださいね。あのホームレスの人とか労働者の人がイチャモンつけてくる可能性高い。おいお兄さん、こっちはあかんで、これあーあー家で出てる。今まで地球6周してるんですよね。本当はあの大手ゼネコンの社長さんをやってたっていうことで聞いてるんですけど、原発とかをですね推進して建てる方の側だったのが、リサイクルは全くエコじゃない。政治家に対する献金とかはもうゼロではとても仕事は受注できない黒い世界がある。1000万単位で間違いなくギネスだと思うんですけど、ユーラシア大陸1万5000キロを3ヶ月半で横断、全国の講演会が始まったんです。それから2000回近く講演してますけども、実はもう僕たちは持ってる、余分なものをたくさん持ちすぎてるんですよね。